はい、どうもこちらです。今回は下旋回の、今度は射撃キーパーになりますね。先ほど白紙キーパーの攻略が終わったと思うんですけど、今回は射撃キーパーでいきたいと思います。パーティーはキザルーパーで、解放はこんな感じです。白紙キーパーが一番楽とかさっき言ったと思うんだけど、ちょっとね、いろいろ、まあ、攻略してみたらね、射撃の方が楽じゃねってなりました。うん、非常に楽です。というのももう、ここ一回もほぼ運がないので、うん。もう楽です、正直何にも問題ない。運要素がゼロですね、白式の場合は。白式じゃない、射撃、うん、白式もまあゼロっちゃゼロか、まあゼロかゼロ、ゼロっちゃゼロなんだけど、やっぱ遅いんで、白式ね、うん、遅いんで、ちょっとねそこがねマイナスポイントですね。もう射撃の場合はね早い、もう最初からだってもう4ターン短縮なわけだからね。ヒッターなしで、うん、ヒッターなしでそれなんで、ヒッターあったらねだいぶ早いと思いますけどね。もうこれもほぼそんなにめちゃくちゃターン稼ぎするってわけではないんで、結構楽なんですけどね。あ、間違えた、順番間違えた、何してんのまあいいや、はいはい、この辺クラブには全然問題ないです。で、この辺から、まあ、テクニックとして、連肉を出していくと、まあ、細かい話だけど、ちょっと楽になるっていうね、次の回ね。うん。細かい話ですけど、この辺出していくといいですね。はい。まあ、次の回がね、全く、スロット来ないとかだとちょっときついのかな、どうなのかな。1回もそうなんだけど、1回と次の回もそうなんだけど、2体食らっちゃうとダメなんですよ、このパーティー。体力ないんで、そこだけだね。うん、ただスロット悪くてもなんとかなる気がするんですけどね。うん、はい。でこれ振り固定するんですけど、連肉はされないです。なのでフランキー使えばこれが得意スロットになる。でキザル使ってもその得意スロットは消えない。うん、だいぶこのコンボがいいんですよ。はい、いきまーす。はい、 OK ですね。でこいつを次倒しておけば何も問題ありません。順番違うねせっかくこれ貫通するのに。ダメージ量少ない、まあ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 いいでしょう。はい、でスキルが溜まってないんで一旦待ちまーす。はい、一旦待ちで、はい、ここで突破します。さっきの亀とかの時に全然溜めてないからピッタリ溜めるようになってるんですけど、あそこでもしねスキル間じゃないキャラがいるんだったらあそこで溜めればいいのかなと思います。まあ、亀のダメージ量なんてね、大したことないんで、問題ないと思うんですけど。あと、船は溜めてないですけど、何も問題ないです。船はもうどっちでもいいんで。あ、てかミスター、キザルこっち使えばよかった。キザルこっち使えばよかったですね。二度手間になっちゃった。で、グラディウス使って、はい。オーガ使っていきまーす。特にパーフェクトタップしなきゃいけないとかっていうのもないと思います。地属性どっちかパーフェクト出した方がいいかなっていうぐらい、強いて言うなら、うん、全部クレートだったら負けるよそれは、多分ね火力出ないと思うんですけど、まあそうだね、フランキーかワールドがちゃんとパーフェクト出せてれば多分負けないとは思います。火力的にはそれぐらい余裕があるとは思うのでね。うん、こんな感じでまあ一応クリアできます。まあハンコクを入れるパターンも結構いいとは思います。チェーン固定ね、チェーン固定入れるパターンもいいとは思うんですけど、まあ俺はグラディウスっていう選択肢をしました。っていうのも、4階とか、4階 ?4 階だよね。緑多いじゃん。うん。緑多いじゃん。だから、力属性の方がいいかなっていうところで入れてるだけです。うん。それだけ。別になんか特に意味があるわけではないです。うん。そんな感じです。まあなのでまあ、どっちでもいいと思います。まあグラディウス結構重いんで、うん、初期というかスキルマン18なんで、ちょっとね、触ってない方には難しいと思うので、まあ、その場合はハンコックでもいいかなと思います。はい、ということで、このところで終わりたいと思います。この動画、良かったらグッド評価お願いします。
チャンネル登録まだの方はぜひチャンネル登録お願いします。ということで以上決戦会の射撃パターンでの攻略でございました。こちらます。はい、今回ちょっと気になるコメントがありまして、キャベツはスロット 1.5 の攻撃 2.25 倍っていうコメントがありまして、これ本当なんですかね。あのフェスゲンキャベツの方ですよね。でこれスロット 1.5 の攻撃 2.25 だと、倍率が 3.3 倍ぐらいになると思うんですけど、今まで 1.75、1.75 の認識じゃなかったでしたっけ。皆さんどうです。俺は 1.75、1.75 の認識だったんですよね。で、1.75、1.75 にすると、3.05 倍ぐらい、0.6 倍ぐらいなんだけど、まあ、結構だから変わってくるよね。うん、3.3 倍と 3.0 倍だと結構変わってくるんで、ただまあ、キャベツが船長の時と船員の時で使う場合で全然また変わってくるじゃん。キャベツの場合は、その船長にすると4倍になるからね。だからそこもだいぶ変わってくると思うんだけど、うん。1.5 倍、2.25 倍らしいですけどね。わかんない。これ、本当かどうかわかんないですけど。まあ、ただ、スロットが、そうだね。なんか変換された時にも、ま、2.25 になるので、1.75、1.75 よりはいいのかな。うん。結局、ま、倍率が上がってるんでね。1.75、1.75 って認識だった時よりも、ま、上なんで。まあ、いいのかなと思うんですけど、これ、そうなのかな？本当に 1.5 倍なのかな、スロット。ちょっとわかんないけどね。ちょっとわかんないけど。まあ、こうなると、例えば、スロットだけ解除できるようなキャラ。まあ、有利効果解除はいるんですけど、スロットの有利だけ解除できるようなキャラがいたとしたら、えげつない効力になる可能性はありますけどね。ただま、そうまでしてね、これ使うかって言ったらね、多分使わないとは思うんで、まあ、どっちかというとね、フェスゲン3時の方をね、使いたくなるとは思うんですけど、まあ、相手が力属性でね、そういう敵が出たとしたら、いいとは思うんですけど、まあ、これはこれで面白いなというふうに思いました。はい。すごい軽い感じですけど、緩い感じですけど、これなんで終わりたいと思います。ということで、バイバイ。
朝霞に。